まず最初にですね、量子力学って何かなというところに入ります。フォトンがビューンとこう突っ走ったところでこう波が出ているのが電磁波っていう感じです。リアルに日常生活で量子力学側を生きると、3、40分後ぐらいには皆さんが、あ、ここなんか全部一緒じゃんっていう感覚に入ってくるんですよ。楽しみにしてください。今からやりたいのはこっちですよ。もうゼロポイントフィールド側からここに波をかける。で、私たちがどんだけこう奇跡的なことをやってるかっていうと、はい、では始めます。セイデをカゲデに昇華するというところです。ここがですね、かつての大変だった最悪だみたいなところがおかげでに変わると、トン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 こう進んできますよと。